今日は前回の続きです。前回の動画を見てない人はそちらを先に見てもらえると分かりやすいと思います。吉野家の牛丼をダイアベティス糖尿病の私が、今回は牛丼と謎のお茶を食べて血糖値がどうなるか測定しました。結果はいかに？吉野家の牛丼並盛りの栄養成分は次の通りです。カロリー633キロカロリー、タンパク質 19.6g、 脂質 23.6g、 炭水化物 88.2g、 食塩相当量 2.5g。 今回薬も飲んでいません。12時から食べ始め、12時15分には食べ終わりました。12時30分から30分おきに18時まで測りました。これが結果のグラフです。ブルーが牛丼並み、オレンジがお茶と牛丼です。結構効きます。最高で63違いますね。今回お茶を通常の2倍の濃さで200飲んでやっています。普通の濃さだと 400cc 飲まないといけないので大変なんです。このお茶の効果はいろいろやってみたらこんな結果が出ました。今回は炭水化物約 88g だったので500を飲めばよかったのですが、間違って400にしてしまいました。この結果は自分個人の結果であり、他の方に効果があるかは分かりません。今食事前にダイアベティスの薬を飲み、このお茶を飲んでいます。現在ヘモグロビン A1c は 5.8 です。体重が 73.5kg から 74.5kg で推移しています。自分としては70kg を目指しています。この3kg が結構難しいですね。若い時でも 72kg までしかなったことないので、最後までお付き合いいただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それが唯一の励みになります。